ブレイクントゥーガンダムルミン、どうもシルです。行こう。出撃する地点を決めるのだ。味方は突しようということで、本拠地突。まあ私はできることやるかという感じですね。ちょっと音楽、ラビリビっていうゲームの曲なんですけど、いつも戻します。こっちですか。指揮官から指示が届いている。さあどういう、この前はやったら機体間違えましたけど、この前一緒だ、この前一緒ではないんですけど、軽いですね。着信シーンをなくしたいですね。指揮官から指示が届いていると。回収を優先させましょう。明るすぎない？いくらなんでもちょっと。回収を優先させましょう。地雷はないね。いやー、この音楽いいですね。出撃する機体を選ぶ。出撃する地点を決めるのか。無理だ。いや、取るのかねっていう感じですね。ダメですね。コスト負けてるじゃないですか。はぁ、しょげるな。地雷か。なんかやったら明るいですね。クルスマックスだから。いやだけどそんなこと、それとは関係ないよね。なんかやったら明るい。まあいいや、やったらわかるよ。回収を優先させましょう。いやすげえ声聞こえた。味方か、違う敵で。シールは渡す。ありがとう。おお、びっくり、弾が切れちゃったよ。とか言って上に上がります。さあ来い、戦い方を教えてやる。ミノフスキー粒子量自分本拠点ジェットが攻撃されている。逆にちょっとびっくりです、音が大きくなりすぎて。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。あ、ナイスね。指揮官から指示が届いている。ちょちょちょ、これまずいんじゃない。自分の補給艦武装が破壊された。連邦のエースなど恐れに足りず。敵補給艦ビーコンを破壊した。こちらね、ブーストチャージ、まあ、もろもろが重撃しようですね。自分補給艦ビーコンが設置された。補給艦の誘導頼む。修理は任せてくれ。射撃武器がないと思ったら。いけ。みんな格闘しまぐり。出撃する機体を選ぶが、出撃する地点を決めるのだ。ここ面白いポイント動きますね、これね。すごい新ポイントですね。右側限定かな。自分補給艦に備えてきされた。補給艦の誘導頼む。
自分補給官が誘導されていました。ジムジム、僕たちはフレンズなんだよ。知らないんですけどね、元ネタ。敵補給官ビートを破壊した。ささっと言ってしまうのがいいです。これもこの程度、薄皮一枚傷ついただけだ。いいぞ、思い切り行け。敵補給艦ビーコンを破壊した。ちょっといいとこ見せちゃったな。このまま次を狙う。自分補給艦ビーコン、ジムだから味方味方。補給艦の誘導頼む。修理は私が役に立ちたいんです。これできない。火薬持ってないもん。ごめんなさい。あーい。誰か修理を頼む。拠点を奪います。どちらだよ。あーあー。戦力ゲージが残り 50% を切る。こちらだよ。補給艦ビーコンが破壊された。だから遠慮せず自分補給艦ビーコン。やられるなよ。弾薬をくれないか。指揮官から指示が届いてます。倒せば終わるんだ。弾薬欲しいけどそんなこと言ってるもんし。突っ込め。俺は突っ込むで。何落とされたのと。出撃する機体を選ぶ。いやパジメ神、出撃する地点を決めるの。パジメはエースだから、連邦のジオンの連邦のエース。いや意味言ってるの意味は退屈すぎますね。明るいなこれ。再起動してた。ちょっと明るすぎるもんね。おかしいよね。なんかおかしい。自分補給艦が優先に打ち出した。この力、私のために使ってもらう。指揮官から指示が届いている。敵補給艦ビーコンを破壊した。これで勝ったと思うが。うぅ、生き残ったぜ。怪獣とにかく集めろ。敵補給艦ビーコンが発見された。明るすぎるんだよ。ウォルフ、V3出撃する機体を。じゃあ AO さん、出撃する地点を決める。指揮官から指示が届いているぞ。私からは逃げられませんよ。ミノフスキー粒子量減衰。自軍戦略兵器が設置された。拠点はもらっといた。機動範囲まで運搬を頼む。挑んできた勇気は褒めてやろう。とっておくの兵器。怪獣とにかく当てよう。バレやすい分野。お願いします、手を貸してください。肉を切らせて骨を断つさ。この動き、怪獣とにかく集めよう。すまない、離脱する。これで勝ったと思うな。ああ、数が多い。この長ね、ビーコンを破壊した。指揮官から指示が届いているぞ。敵補給艦ビーコンを破壊した。スピードが乗らねえ。させねえよ。補給艦ビーコンが破壊される。勝てねえぜ。すまない、離脱する。一度戻ろう。持ってきてたね。あれがショイダン撃つたっぽい。なってきたのだ。なんかめっちゃ、いやだからあいつはショイダンっていうか、ナッツしかないから違うショイダン。自軍補給艦ビーコンが破壊された。これぞ、今一スピードが。コンパスレベル5で、アティリアでいけ。そう、コンテナ回収してる時間、これくらいだけするか。緊急機動遅いから。
こんな気の抜けた上げてないし、どうってことないぜ。昨日遠足じゃねえな。激エス機の撃破に成功した。自分補給艦ビーコンが破壊された。敵のミノフスキー粒子3分より一時的にレーダーが指揮官から指示が届いているぞ。自軍補給艦ビーコンが設置された。補給艦の誘導頼む。自軍戦力ゲージが残り 30% を切った。お願いします、手を貸してください。挑んできた勇気は褒めて。ブーストがねちょっと回復したかったんだよね今ね。出撃する機体を選ぶ。出撃する地点を決めるのだ。行くぞ。ブーストもしは似てますね。左回りか。落ちろ、砕けろ、チート風。攻撃者入ってる。手伝います。やっぱちょっと遅いんですよね。補給艦が誘導地点に到着した。ミノフスキー粒子量減衰。レーダーが回復した。戦略兵器が破壊された。手伝います。まあいい。自分補給艦ビーコンが設置された。指揮官から指示が届いているぞ。ロープが悪い。出撃する機体を。まだ持ちそうだから行った方がいい。行くぞ。いや、リフシュノはちょっと最後に。敵軍戦力ゲージが残り 10% を切った。大丈夫、修理を頼む。ギリギリ飛べた。修理を頼む。まだいける。解けた。ジオンには本当に兵がいないようです。あ、C 見てる。C 見てますね。再起動した方がいいかなっていう感じですね。ちょっとこれ明るすぎね。うわ、なんかすげえ。自軍補給艦が誘導地点に行く。サイクロプス隊修理は私が役に立ちたいんです。この力私のために使ってもらう。やりすぎじゃね。自軍補給艦ビーコンが破壊された。一撃で仕留めてやる。敵のミノフスキー粒子散布により一時的に終わった。だがカメラは生きている。終わっちゃいました。展開早いね。思い知ったか。しかし白すぎない。ちょっと白抜けしてる感じがしますが、まあ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 、それで少しなんか FPS がちょっと遅かった、低かった気がしますね。という感じでございました。それでは今回ここまでです。まあほどほどにやれたかなっていう感じです。ちょっと白すぎたんでね、視認性かなり良かったですね。報酬を与えよう。開封するコンテナを選ぶがいい。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。最後に一言いただいて。お前は優れた資質を持っているようだ。この縁不思議とは思わんぞ。それではシルビでした。